前場ゲートインが終わりました係が離れますスタートしましたさあ先行争い何が行くか促しているのはサイレンスゴールドあるいは外からすっとマサノゴールドが上がっていきました連れてディープリボーンですこの県内外目14番ササエキクって さあ15番のファニーボーイもすっと勢いよく間をついた7番のオーサムリザルトは現在6、7番手ノリノリそして外からクールミラボーと続いています1コーナーをこれからカーブ2コーナーへと入ってまいります前2頭並ぶような形わずかに9番マサノゴールドリードは首ほど2番手10番の ディープリボーンがつけています残り1200を通過、さあ、勢いよく、勢いよく上がっていったのは、15番のファニーボーイです。一気に花を叩きます。その後の集団に14番のササエキ加わっています。その後方ですが、この圏内に、内から7番のオーサムリザルト、外からは16番のクールミラボー追走です。あとはバグン開きました、4番のサイレンスゴールド、そして間からティルドーン、外からは12番のリノリ直後ですが3番のマゴトエドルリア、さらにこれをかわしていく、さあ、6番のタガノチェイス、そして11番のバブルアップハート。 1000m 1 1000は1分2秒4でカーブしていきますそしてその後方ですが徐々に差を詰めていったうちからは5番のさあスリラーが追走して2番のサダムターゲットこれを外からスーッとサダムターゲット一気にかわしていこうというところです各馬34コーナー中間地点ですそして、内をついて1番のタンバッフェも上昇を開始しているそしてその後の集団ですが少し置かれた10番コンピートバージェさあ各馬がこれから第4コーナーカーブまもなく直線に向かいます。 今度は外からわずかにさあ16番のクールミラボーですクールミラボーが先頭に立ちましたそして2番手集団の一角からオーサムリザルトが3番手から2番手へと接近して前に並んでかわす勢いかうち応戦するように14番の佐々木ですがこれは離されている一気にかわした7番のオーサムリザルト1馬身2馬身のリード16番のクールミラボー2番手オーサムリザルト五輪 2着16番のクールミラボ3番手ですがどうでしょうか14番のささやき粘るところ最後マコエトルリアよく足を伸ばしておりました。